今夜も始まりました、ギークスリープシープの真夜中にお腹が空いたら。ギークスリープシープ、ボーカルギターももです。ボーカルベースのみよこです。ドラムのゆきひろです。はい、はいはい、今夜で第3回目ということで、うん、随分慣れてきたんじゃないですか。もうそれはそれはすごい一番元気になりましたね。はい、こなれてきました。あ、じゃあよろしくお願いしますね、はい、今夜もギークスリープシープの近況やメンバーのちょっといい部分などお見せしようかなと思っております。よろしくお願いします。はい、じゃあ、前回はですね、ギークスリープシープの曲について話をしたんですが、うん、まあ、いよいよ10月3日金曜日、恵比寿リキッドルームのライブ、うん、近づいてきましたので、うん、今回はライブというテーマで話をしようかなと思っております。はい、うん、まあ、ギークスリープシープでなくても、うん、最近なんか見に行ったライブありますか？僕は誰のライブ行ったかな。ライブ、ライブじゃないですけど、うん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 、ミュージカルなの、うんうん、あれは、うんうん、プラストっていう、はい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 、何でも叩くやつですよね。そうですね、あれを見に行きましたよ。あれなんかすごいらしいですね。すごかったですよ。僕ブラストに出演されてる石川直さんっていう方にマーチングドラムを一回教わったことがあって、はいはい、一回ちゃんと見てみたいっていうので、今回行ったんですけど、はい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 、めちゃめちゃうまいですけど。うまいな、うん、いや、うまくないとそれはブラストに出てないじゃないですかね。メンバーたくさんステージに上がる人ってたくさんいるんですか？たくさんいますけど、多分そのマーチングのセクションの中では、うん、リーダー的な感じでしたね。なんで幸宏さんが、うん、マーチングドラム習うんですか？マーチングドラム、マーチングしたかった。マーチングドラムはですね、僕は自分のドラムを見つめ直そうと思って、はあ、教わりましたね。へえ、教わったっていうか目の前で見てみたいっていうのもあってですけど、うんうんうん、何かこうそこで新たなドラムとのなんていうの付き合い方じゃないけど、うん、やっぱり取り組み方が変わってくるかなみたいなのがあったんですか？いや、まあ、ああいう方々はですね、うん、本当プロなんですよ、うん、本当アスリートに近いですね。あ、もう健康管理から、はい、あ、体もやっぱすごいちゃんと管理されてるみたいで、ストイックですね、はい、本当に。ゆきひろさんが言うんだから相当なんでしょうね確かに。あ、それライブ見に行ったのは割と最近ですか？最近ですね。この間の東京国際フォーラムでやって、ほうほう、見に行ったんで。あら、うん、ちょっといい話聞きましたね、はい、これね、はい、未だに求道者であると。ドラムの自分のドラムを見つめ直すまあ、かっこよくやってるだけですよできてないことだらけだよね。へえ、そっか。僕に振ってもらっていいですか？ももくんはなんかライブ行きました？この間ですね、はい、これたまたまなんですけど、みよこさんがもういいですよ。もうね、これみよこちゃんがやってるフォークデュオっていうんですかね、うん、はい、あれは TTU っていうユニットのライブを見させていただきまして、はい、あれちょっと逆質問なんですけど、 TTU は始めたのは、はい、ギークスリープシープより後だよね。後です、去年の10月とか。あ、僕はなんでライブで歌ってるみよこちゃんを見て、これもしかしたらギークやってなかったら、ああ、こういう感じの音楽って今みよこちゃんやってないんじゃないかなって思いながらライブ見てたんですよ、うん、はい、歌い方がああより優しい感じっていうか、よりこうふわっとした歌を、はい、アコギを弾きながら歌ってて、うん、すごい良かったんですよ、うん、
ありがとうございます。あとあれはあの曲の歌詞も美代子ちゃんがほぼ私書いて、うん、おこれねますますねあのギークの方でもね美代子ボーカル&ね美代子作詞の曲が増えてくんじゃないかなと思いました。じゃああのギークスリープシープのライブでってどうですか、ざっくり印象残ってるとかライブがどうだとか。うーん、でもなんとなくあのライブはつかめてきてはいるかなって気はしてますけどね、うん、もうなんかこう変な迷いみたいなのは多分ないですよね、うんうん、こう安心安定感とかじゃないですけどちょっとこう3人でやってて、うん、る安心みたいなのはちょっとこう出てきた気はしますね、うんうん、じゃああの行ってみますか。あのギークスリープシープオフィシャルツイッターで、真夜中にお腹が空いたら質問募集、うん、こちらに寄せられた質問に答えていこうと思います。早速行ってみます。アカウント名チロリン村さん、質問、キノコの山派ですかそれともタケノコの里派ですか。いい感じに幼稚な質問だね。これはでもゆきひろさんはもう絶対なんで笑ってんですか。いやもうだからって。うん、でもね僕もこれパッキリもう決まってんですよね。珍しくあのお菓子とかあんまりはいはい、ね、そんな話しないですけどこれだけは決まってますね、うん、発表してください。あ、ゆきひろさんは、いやお先に。僕ね、はい、タケノコの里派なんですよね、うん、あれじゃあ先に美代子ちゃん次聞いてみる、うん、あどっちでもいいよって顔してるね。どっちもあのどっちも好きです。まあゆきひろさん来ました。僕はあのキノコの山ですよ。あ、対立しちゃった。じゃあそれぞれの言い分。でも俺、はい、まあとか言いながらずっと食ってないからな。じゃあ今度、うん、スタジオにきっと置いてあるのかもしれない、ね、2つ置いてあると思いますよ。でも僕は多分タケノコの里は食べないですよ。へー、食べたことはあります。食べたことあるよ、うん、もちろん、うんうんうん、すごいこう昔の記憶をたどると、うん、キノコの山が先に出ましたよね。先です。ですよね、はい、先です。知らないでしょ、みのこちゃんなんか。キノコの山が、キノコの山すごい流行ったんですよね。へー、その後になんか2匹目の土壌的な感じで、はいはい、タケノコの里が出たんですよ確か。そうです。ですよね、はい、そうなんだ、はい、それは知らない。後です。だオリジナル、オリジネーターはキノコの山なんですけど、でも俺その、まあ、キノコの山も美味しいなと思って食ってた記憶はあるけど、はいはい、タケノコの里が出たって初めて食った時に、はい、うん、うわこっちの方が全然うまいやと思ったんですよね。なんかあれです、あのお菓子のチョコじゃない部分がポイントはそこ あのスナックですよね。スナックの違いですもんね。だからあれがクッキーか、あのなんでしょう、ビスケットっぽい、ビスケットっていうんですかね、サクサクしてる、うん、カリっていうような、はい、そうで あれだとクッキーの方が好きなんでしょうね多分ね、うん、ゆきひろさんはキノコの山が最初からすごい好きだったからとか、そういう理由ですか。もちろんその僕はあのオリジネーターを尊重するんですけど、うん、そうじゃないかなと思ったんでそういう言い方してみたんですけど、でもあの味的にも、うん、あの本当にあタケノコの里はダメだったんですよ。へえ、あのあれ下の、うん、チョコ以外の部分が、うん、ジャリッとしません？チャリッとね、まあ、わかります。なんて言うんだろう、ちょっと粉っぽい、まあ、あ
なんつうんだろうな、そんだった気がする、歯触り、歯触りって、舌触りが嫌なんですよね、あそこの。あ、ちょっとなんかザラッとしてる感は あったかも、うん、そこが苦手で。キノコの山つるんとしてますもんね。ああ、キノコの山、僕あの口の中入れて、うん、チョコだけ溶かして小学生絶対そうやって食べてる人いると思うんですよ。あ、いますね。それを、うん、それが僕のデフォルトの食べ方で、あの、はい、サクッていくのはもう贅沢な気分なんですよ。だから、うん、なるほど。もうキノコ、はいはい、サクッと食べちゃう、あの簡単にサクッと食べちゃう、じゃあ、あの、うん、枝が残る、枝っていうの、うん、草が半分残る、うん、これも超贅沢なキノコの山の食べ方なんですよ、うん、僕の中で。じゃあもう噛まないで一時口の中に入れてるってことですか。そうです、あのそれでチョコだけ溶かして僕はあのあんま噛まないですね。じゃあ溶かし系なんだ溶かし系って言葉がそう、そうです、溶かし系です。チョコは溶かだから余計なんでしょうね、そのパリッとくるのが。そうですね、うん、へー、これ意外にこの質問のあの幸宏さんの深いとこまで入り込んでますよね。へー、だそうですよ、チロリン村さん、よかったね、うん、じゃあ今夜も最後このコーナーに行ってみたいと思います。題して Say Geek のコーナー。はい、もう3回目なんでね、もう大概皆さんお分かりかと思うんですけど、ギーク、スリープ、シープ、このギープ、ギークギーク、スリープ、シープ、このギークを訳すとオタクという意味もあるので、それに引っ掛けてメンバーのオタクな部分を引き出しちゃおうと思っております、うん、3回目の今夜はですね、はい、もううちのナンバーワンギーク幸宏さんの登場でございます。はい、はい、もう、ね、好きなだけ語っていただきましょうかまあ、あのあれですよね、多分僕が、うん、メンバーの中では一番その、うん、この言葉に当てはまるうん、と思うんですけど、はい、あの取り立ててこれをって言われると困っちゃうんですよね、うん、あの、なんだろうな、ありすぎてってことですか、うん、あ多分なんか何そのこうオタクの中でもいろいろこうラインがあるじゃないですか、うん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 、でざっくりいくと幸宏、うん、さんは何になるんですか。僕なんですかね僕でもあのよくフィギュアとかも買ってチェックしてますしね、うん、集めたりもするんで、うん、そういうコレクション、コレクションですよね、フィギュア、うん、はまりやすいのかなまさかドアラもすごいハマってますね。そうだそうだ、ドアラのフィギュアまで持ってますね。そうそうだそうだ漫画も結構読みます。漫画はそうですね、あでも漫画に関しては、はい、全然かなわないと思うな、その漫画オタクっていう人には。あだからそこまではないんですよ多分フィギュアとかも、うんはい、うん、フィギュアオタクっていう人たちに対してはもう到底かなわないけど、ひよっこだと思うでもまあ好きだよっていうのはあるっていう感じですよね。ドアラはあの頑張りたい、周りも好きだよっていう人に対してもだって多分ドアラに一番近い、うん、そうですね、人なんじゃないですか。もうそんなことないですよ。本当ですか。他のなんかこうねタレントさんとかでも、はい、あそこまで近づき、うん、幸宏さんほど近づいてないんだ。まあ近づきに行ってますから、ね。そうですね。だから頑張ってますね。はい、うん。こんなところでしょうかね。はい、第3夜として。ギークスリープシープの真夜中にお腹が空いたらお届けしてまいりましたが、あっという間にお時間になってしまいました、うん、はい、じゃあここでギークスリープシープから大切な告知、みよこちゃんお願いします。はい、10月3日金曜日、恵比寿リキッドルームで
コンフュージョンベッドルームボリューム3ワンマンライブをやります。チケットも発売中です。その他の詳しい情報などはギークスリープシープのオフィシャルサイトやツイッターなどをぜひチェックしてください。ちょっとずつね。そうですね、はい、ちょっと増えたね。ぜひが増えた。ね、素敵な物販もありますしね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組のアップ後には答えきれなかったいくつかの質問、はい、皆さんからの質問にメンバーがピックアップしてツイッターの中で答えていきますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、ギークスリープシープの真夜中にお腹が空いたら、ボーカルギターの桃克弘、ボーカルベースの美代子、ドラムの幸宏、バイバーイ。バイバーイ。